皆さんこんにちは、レジン大好き高闇です。今回は100円ショップキャンドゥで少し前に発売された粘土ジェルをレジンで使う方法をご提案します。これからの時期におすすめなキルティング風デザインや今流行りのシーリングスタンプ風のデザインもご紹介します。レジンで表現するのが面倒な立体作品を簡単に作ることができる粘土ジェル、ぜひ最後までご覧ください。それでは粘土ジェルの5通りの使い方始まります。こちらがキャンドゥの粘土ジェルになります。キャンドゥだけではなくセリアでもクレイジェル新発売しました。ただセリアのクレイジェルは大人気で店頭で購入することがほぼ不可能です。キャンドゥの粘土ジェルは330円とセリアよりもお高いのですが、その分売り切れている確率が低いです。セリア、キャンドゥ、お好きなクレイジェルをご用意ください。それでは使用説明を読んでいきます。ベースコートを塗りライトで硬化する。粘土ジェルを好みの形に整えてライトで硬化する。トップコートを塗りライトで硬化する。硬化時間は LED ライトで1分、 UV ライトで2分になります。ここに赤字で注意事項が記載してあります。粘土ジェルを成形するとき素手で触れることはできません。それではこちら開封いたします。こちら内蓋はすでに外した状態になります。それでは粘土ジェルこねてみましょう。うおすごいね。アイシングジェルとは全くジェルの硬さが異なります。330円するだけあって大きなコンテナにたっぷりと入っています。それでは一つ目のデザインをご紹介します。こちらはセリアのシリコンモールドにレジンを入れて作った土台になります。こちらの土台の上に粘土ジェルをドベッと乗せます。粘土ジェルをすくい取ると糸を引きます。この糸はくるくると巻き取りましょう。無理に引っ張ると粘土ジェルがあちこちに飛び散るので注意してください。土台の上にドベッと粘土ジェルを乗せます。特に形を整える必要はないので全面に粘土ジェルを広げましょう。はみ出た粘土ジェルを中心に乗せます。また横から見たときに表面が尖っていたら上から軽く押さえて尖りをなくしましょう。くびれの部分に粘土ジェルがはみ出ていないかよく確認してから LED ライトで固めます。固めることができたらあっという間に一つ目のデザインの出来上がりです。氷のような涼しげなデザインの完成です。続いて2つ目のデザインご紹介します。こちらシリコンマットの上に粘土ジェルを少量取り出します。そうしましたらシリコンマットの上で粘土ジェルをくるくると丸くします。少し大きさを変えながら同じように丸を作っていきます。今回は5つのランダムの丸を用意いたしました。透明のレジン液で作った土台の上に少量レジン液を出します。全面にレジン液を伸ばし広げてから丸を乗せていきます。
固めてきます。固めることができたら水滴デザインの完成です。3つ目のデザイン、シリコンマットの上に2箇所粘土ジェルを出します。レジン用着色料で色をつけます。着色することができたら、粘土ジェルが細長くなるように成形していきます。細長く成形することができたらレジンの上に乗せていきます。固めてきます。固めてきます。固めることができたらカラフルなラインの出来上がりです。4つ目のデザイン、土台の上に粘土ジェルをたっぷりと乗せます。なるべく平らに全面に伸ばし広げて、横から見た時にトゲトゲがないかをチェックします。できる限り均一に整えることができたら、このまましばらく放置します。表面がなだらかになりましたら、こちらのワイヤーを乗せます。ワイヤーを乗せることができたらレジンライトで固めます。固めることができたらワイヤーを外していきます。ワイヤーを外すことができたら、この線が交差する点にブリオンを乗せます。固めてきます。固めることができたらキルティング風のデザインの出来上がりです。最後5つ目、シリコンマットの上に粘土ジェルを適量出します。粘土を細長く成形します。なるべくいびつな形で伸ばすことができたら、端っこと端っこをくっつけます。そしたら中心が丸くなるように形を整えます。中心を丸くできたら粘土ジェルをいびつな形にします。そしたら固めてきます。固めることができたら中心に透明のレジン液を出してパーツを乗せます。固めます。固めることができたらシーリング風デザインの完成です。粘土ジェルをレジンで活用する方法を
5通り紹介してきました。1つ目は氷のデザイン、2つ目は水滴のデザイン、3つ目はカラフルなラインのデザイン、4つ目はキルティング風のデザイン、5つ目はシーリングスタンプ風のデザイン。あなたはどのデザインがお好みですか？